老人に職を与える、これ非常に大切。日本では60歳とか65歳で仕事を辞める人が非常に多い。あとはやることもなくブラブラフラフラの老人になる。少子高齢化といい、働き手がないと片一方で言いながら、片一方で老人に仕事を与えていない。海外からの労働者を入れるとか言うていながら、片一方では日本の老人に仕事を与えていない。日本の老人に仕事を与えれば少子高齢化も少しは解決できる。人手がないという話も少しは解決できる。何よりもいいことは、老人たちがすることもなくブラブラフラフラして、国家や若い人に迷惑をかけることである。本人も早くフラフラブラブラ老人になれば困る。健康年齢が低くなっては困る。だから私は提案したい。60歳、65歳、70歳と言わず、働ける老人に対しては一生働いてもらう。こういうふうにすれば老人の経済問題も解決する。ある程度解決する。老人も意欲を持って働く。若い人に迷惑をかける度合いが少なくなってくる。あらゆる意味で老人に仕事を与えることはいいことだと思う。会社では60歳になったら管理職定年というので管理職を外している。そして給料を下げている。ここら辺についてももう一回考え直す必要があるんではないか。給料は、会社は給料を払いたくない。だから定年が65歳とか言いながらでも60歳になったら給料ダウンする。若い人たちに働き場所を与えるためといって早く管理職から外す。私から言うたら優秀なんは70まででも管理職でよいと思う。80まででも管理職でいいと思う。出来の悪いのは一生管理職にしなくてもいいと思う。その点、日本国としては老人を有効に一生働いてもらう方法を考えるべきだと思うが、皆さんどうだろうかな。